委員長の報告を求めます。国土交通委員長土井徹君。ただいま議題となりました法律案につきまして、国土交通委員会における審査の経過及び結果のご報告を申し上げます。本案は高齢者障害者等の移動の円滑化の一層の増進を図るための措置を講じようとするもので、その主な内容は、第一に、この法律の目的にバリアフリーに関する国民の理解の増進及び協力の確保を図るための措置を講ずる旨を追加すること、第二に、市町村が作成する移動等円滑化基本構想の事業類型に教育啓発特定事業を追加すること、第三に、公共交通事業者等に対し駅務の提供方法に関する基準の遵守を義務づけることなどであります。本案は去る3月23日本委員会に付託され、翌24日赤羽国土交通大臣から提案理由の説明を聴取し、25日羽田空港第3ターミナルなどの視察を行いました。次いで31日に質疑に入り、同日参考人から意見を聴取し、4月3日に質疑を終了しました。質疑終了後、採決の結果、全会一致をもって原案の通り可決すべきものと議決した次第であります。なお本案に対し付帯決議が付されました。以上ご報告申し上げます。採決いたします。本案の委員長の報告は可決であります。本案は委員長報告のとおり決するに合意ありませんか。ご異議なしと認めます。よって本案は委員長報告のとおり可決いたしました。本日はこれにて散会いたします。